皆さんどうもこんにちは、フレームの YouTube チャンネルへようこそ。ということで今回オーストラリアのブリスベンに来ております。 B2GC ブリスベン2ゴールドコースト100キロチャレンジに参加するために自分と松村くんが来たんですが、なんと今回 B2GC に小島よしおさんも参加されるということで、今回ちょっとロードバイク乗られてるということで、はい、詳しくお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ早速なんですけど、はい、B2GC に参加する意気込みとかなんか。ですね、ちょっとあいにくの天気ですけど、そうですね、まあ、あいにくの天気ですけれども、そんなの関係ないという気持ちで、100キロという、まあ、自転車の人にとってはね、まあ、そんなに長い距離でもないっていう、ただ知らない人にとってはすごい長いなって思われるような距離なんですけれども、ブリスベンからゴールドコーストをね、結構平地が続くみたいなんで、はい、景色を楽しみながら、行きたいなと思ってます。そのロードバイクで今回イベントに参加されるっていうことなんですけど、はい、普段からロードバイクとかって乗られてたりするんでしょうか？普段はまあちょこちょこですね、はい、一時期通勤とかでも使ってたんですけど、今は通勤では、使ってないんですけれども、はい、まあ、お休みの日とか、ちょっと体動かしたいなっていう時に、まあ、そのちょっと乗ってますね。なるほど、はい。さあ早速なんですけど、こちら小島よしおさんの愛車でございますが、はい、こちらスコットのアディクト10でよろしいですか？あ、そうです、はいはい。なんと重量が7キロいってないです。 6.88 とか6.8、 めちゃめちゃ軽いバイクになってます。めっちゃ軽いです。もうこれもう全然こんなのもう小島よしおさん結構筋トレもされてるから、はい、もう余裕です、ね、普段はもう9キロぐらいでやるんで、普段の鉄アレよりも、はい、軽いです。バイクの方をちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、コンポーネントがディライスの9000系が乗っています。はい、スコットのアディクト10、重量が 6.8 キロと非常に軽いものになってます。はい、バイクこれ以外に他に持ってたりはされるんですか？いや、これとあとはまあ、マウンテンで同じスコットのを持ってるんですけど、うん、それはまあどっちかというとこう家の近くとかを乗ったりしてますね。はい、もうロード始めて何年ぐらいになるんですか？ロード始めて、6、7年ぐらいは走りましたかね。まあ、でもそんなその団長とかほどがっつりやってるわけでもないんで、はい、でも趣味で、そうですね、移動手段としてっていう感じで、そうですね。最近小島さんなんか本を出されたということで伺ったんですけども、はい、ちょっと見せてもらってもいいかも、はい、こちらの絵本を、パチョーン、はい、パチョーンっていう絵本を出しました。はい、これこの子供向けの、はい、まあ、絵本ってそうかなんですけど、QR コードがついてて、QR コードが、はい、ここを QR コード当てると僕の声がこう聞こえてくるっていう。あ、なるほど。はい。そういうね、子供にめちゃめちゃ受けてる絵本なんで、はい、これを見ている、方々の、まあ、お子さんだったり、めいっ子さんやおいっ子さんにプレゼントとして。いかがでしょうか？なるほど。今もう全国の書店で販売されてる。全国の、そうですね、書店だったり、はい、あとはまあ、ネットとかで、はい、売ってます。ぜひともご購入してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回ブリスベンの B2GC も参加されて、はい、絵本も書かれてて、多彩なご活動をされてる小島よしおさんがのインタビューでございました。ありがとうございました。ました。では明日、はい、B2GC の本番なのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは今回の動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次回の動画をお楽しみに。じゃあねー。